デビッドロス・デビッドロスはコインマジックを専門としているニューヨーク出身のプロマジシャン。コインマジックの分野では現代最高のマジシャンとマジック界のプロフェッサーであるダイバーノンが最大級のサンジを送ったほどのテクニックを持つ。11歳の時、両親からギルバートマジックセットをプレゼントされ、それがきっかけとなりマジックの面白さに魅了された。 その後17歳の時 JB ボーボーのモダンコインマジックというコインマジックの辞典に出会ってコインマジック一筋になることを決意する。1979年から1988年までニューヨークにある玩具専門店 FAO シュワルツでマジックの種を売るディーラーをやっていた。これはコインマジックだけを専門に見せていくだけでは当時は食べていけなかったからだと言われている。また、 コインマジックで用いられる、シャトルパスという技法の考案者。代表作は、ウィングドシルバー、ポータブルホール、チューニングフォークなど多数。ありがとうございます。